ですね、クリークに着いたんですけど、昨日まで約 2,3 日雨が降ったんですよね。で、見てください、土茶濁りです。土茶濁り、いても食うかな、いても。とりあえずやってみるか。ちょっと波動が強い系が欲しいので、 AK チャーターです。 AK チャーター、ロッドはエボリジョンのイオタ。ロッドはエボリジョンのイオタですね。ゴミ下にいないかちょっとね狙って、いや、来たね、ナマズ。ナマズくん。はい。ちっちゃいけど、ナマズくんね。ナマズくん。釣れると思ったよね、今日はね、ナマズがね。ナマズくん。ナマズくんでーす。今日はナマズ来ると思ったわ。こんな濁っとるし、今ね3回ぐらいアタックしてきて、3回目でようやく乗ったって感じだったね。
よいしょ。まずクリークはね、角っこからですよね。クリークは釣れたらでかい、でも釣れないって感じのとこありますよね。ゼロか100かっていうね。浅いのか。沈み虫ね、沈み虫。沈み虫で一発やんけ。沈み虫でちっちゃいけど、ちっちゃいにもおるんやね。はい、沈み虫で。沈み虫で、かわいいやつ、かわいいやつね。沈み虫釣れるね、沈み虫釣れるね。ちゅうか、お笹池サイズやけど、クリークに来た意味が。じゃあね、せっかくクリークに来て、お笹池と同じサイズですが、もう さあ、この桜の木の間からちょいちょいって投げながら進んでいこうかな。そうですね。広川ダムに放流しとんもんやけんが。そうです、そうです、はい。今はもう広川ダムよりも川の、沖の野ですね、ここ。ここは鯉電、バス電、全部太かですね、ここは。鯉もお茶、聞いてたわって。
チワワですか。チワワ。可愛いかですね。まあね、感じ悪いですよこれ。おらんね。おらんね。つれん。すごかね。しかしここね、桜の木が太かけんね。ここね、花吹雪が舞っていいね。この辺ちょっと深い県がね、有望エリアやもんね。有望。お、来た。オラ来た。オラ来た。有望エリアで来た。有望エリアで来たよ。オラ。ちょっとまんまいいサイズなんやけど、抜けるかな。抜けるかな。ほっ。よっ。有望エリアで着いた。レアリスピンでバッシュバスト桜と小川釣れましたよ。ほら、はい。まだ50センチぐらいのが多いんですよ、ここ。これ何ですか。ブラックバスです。ブラックバス、ちょっと写真撮ろう。ブラックバス、本当釣れるとね、釣れますよ。だいぶ引いたでしょ。でも結構面白いですよ、これでも。はい、ありがとうございます。すいません。白身でしょ。白身ですね、これ。スズキの仲間ですからね。散髪なんですね。はい、はい、バスでした。まだ何匹かおると思っちゃうね。1匹でいたのか。だいたい数匹で奪い合って食うのが多いっちゃけどね。俺が食う、俺が食うみたいなね。1匹しかおらんやったんかい。よし、じゃあちょっと移動。あいて、スパイク付きなのになんで滑るね。どっかしょ。すごいね、桜が。花見とバス釣りと両方できるじゃん、ここ。同時にできるよ、同時に。ここも有望エリアっちゃんね。投げにくいけど、桜の蜜を吸いに来とるね、蜂が、蜜蜂が。お、来たぞ。うら、有望エリアや。やっぱりここは4匹やんけ。おら、来た。いいよ。くっ、プレーン、むっちゃ太った。この子、ほら、この腹。なにこれ、むっちゃ太ってるやんけ。
ねえ、何食ったんやろね。もう一番硬いとこにかかっとる。はい、2匹目2匹目のバス見て、この腹、この腹な、俺の腹と同じやな。ぷっくりバース、ぷっくりバース、はあ、いい感じに釣れますね。やっぱ深いとこやね、やっぱね。同じ場所に何匹持ってはいないみたいやもんね。テリトリーがあったよね、テリトリー。こっからここは、ここまでは俺の場所や言うてね、テリトリーがあるじゃない。いいね、いいね、桜見ながら。ネットを使うぐらいのでかいのが釣れてほしいな。